はいどうもリスキーです。今回は10月買ってよかったものを5つ順番にご紹介していきたいと思います。というわけで月末恒例の買ってよかったものシリーズなんですが、今回はまだ動画ではご紹介しきれてないものが中心になるんですが、今回ねちょっと本当に大当たりというか豊作だったんですよ。本当どれもこれもねちょっと良かったって思えたものだったので、あのね順番に5つご紹介していきたいと思います。まず1つ目がエブリングです。こちらのアイテムはかざすだけで決済ができるプリペイド式のスマートリングです。というわけで1つ目のアイテムがこちらのスマートリングです。でこのスマートリングなんですが、ちょっとね思ってた以上に生活を変えてくれそうだなって思ってるんですよね。っていうのがこれねまあかざすだけで決済ができるんですが、まあそういうもので言うと、例えばこのね Apple Watch だったりとかスマホとかでも Apple 決済があったりとか、あとはクレジットカードでもビザタッチ対応のカードだと、まあ、かざすだけで決済はできるんですよね。いろいろねそういうサービスはあるんですが、これね充電がいらないっていうのと、あとはもうね何も出さなくていいというか、普段ねこの身につけるアクセサリーなので、そのままこうかざすだけでいいんですよ。もうねそれが本当に快適で、昼ご飯をね買いにちょっと休憩時間にコンビニに行こうとか、それこそスーパーに買い出しに行くっていう時にもうこれだけ持ってけばいいんですよ。そうすればレジのところでビザタッチに対応しているお店だったら、これをねピッとやるだけで決済ができてしまう。物をねわざわざポケットから取り出さなくてもいいし、決済ができるっていうのが本当にね快適だったんですよ。とは言ってもこのリングにはちょっとね制約もあるんですよね。このリング自体で使える上限金額っていうのが決まってます。なんでその上限金額を超えてしまうと、もう決済ができなくなったりとか、あとは4年っていう、まあ、賞味期限というか制限があるんですよ。4年を超えるとこのリングを、返却して新たにもらうか、そのまんま使えるようにするかっていうのはまだねなんかメーカーで検討しているっていう感じらしいんですが、とりあえずね1回買ったらもうずっとねこれを使い続けるみたいな感じではないっていうところですね。本当ちょっとざっくりなんで、またね詳しくはねちょっと説明欄にリンクだったりとかを貼っておくので、よければね気になるっていう人は説明欄もチェックしてみてください。カラーは今はブラックしか売られてないんですが、11月1日からホワイトもね新発売されるみたいなんで、まあねその辺ねカラーのこの選択肢っていうのも増えてくるので、白がね好きとかっていう人も結構ね刺さるんじゃないかなと思います。ちょっとそこまでというか、コンビニとかスーパーに買い物に行く程度とかだったら、もうできるだけね日頃からこう荷物を最小限にしたいって思ってた僕にとっては、この体験も含めて買ってよかったなと思えたスマートリングでした。続いてがジンズミームです。このメガネはモーションセンサーを搭載していて、着用者の目や体の動き状態を手軽にモニタリングできるウェアラブルデバイスです。というわけで2つ目のアイテムがこちらのジーンズミーム第2世代です。で第1世代と比べてかなりね日常使いのしやすい、まあ一見ねほんと普通のメガネになったっていうのがまずねポイントかなと思います。第1世代はねちょっとね気にはなってたんだけど、あれをね普段つけて使うにはちょっとねしんどいなと思ってたんですが、これねもう見た目ただのメガネなんですが、何がいいのかっていうと、これを身につけていると体の姿勢だったりとか、あとは心の状態とか集中度みたいなのをこちらの専用のスマートフォンアプリに日々のね記録っていうのをつけてくれるんですよ。なので日々の暮らしの中での体の状態とかっていうのをちゃんとねこう感覚ではなくてデータとして見ることができるので、あこの時間はなんか集中できてなかったんだとか、この時間めっちゃ姿勢悪かったな、なんでだろうっていうのがまあ振り返れるんですよね。そういうところがねちょっと面白そうだなと思って購入してみました。ちょっと姿勢ですね、こんな感じで前にねこうかがむとこういう感じで前かがみになっててバットってなるんですよ。でこう横向きにねこう姿勢がこう悪いとこういう風にバットって出て、ちょっと姿勢の悪い時間が続きすぎてますよみたいな感じで教えてくれるので、あ姿勢が悪いみたいな感じでこうねちょっとこうね引き締まるというか、シュッとねこう慣れるっていうところが良かったりとか、座ってる時間での姿勢だったりとか立ってる状態での姿勢なんかもチェックできたりとか、まあね時間なんかも分かるんですよ。他
にはこういう感じで、まあマインドっていうことで、現在のあなたの心みたいな感じで、今のね、その心の状態が穏やかなのかどうなのかみたいなのが、出るんですけど、ちょっとね、今なんか計測にね、時間がかかってるんで表示されてないんですが、あとはね、この集中度ですね。この現在のあなたの集中度、今100ポイントになってて、めちゃくちゃ集中しているっていうのがわかるんですよ。まあ多分今動画でこう必死で伝えようと思って喋ってるんで、かなりね集中している、本当にね、なんだろう、ゾーンに入っている感じなのかなと思うんですが、まあそんな感じでこういう状態がチェックできると。あとはこんな感じでレポートですね。まあ1週間でのこんな感じでね、状態がわかるんですけど、特にね、姿勢の良かった時間がわかったりとか、特に姿勢の悪かった時間がわかるんですよ。で、僕4時から5時ってなってるんですけど、これ多分ね、釣りに行ってた時にかけてたから、その時すごい姿勢悪かったんだろうなと思うんですよ。結構こう前かがみになったりとかするんで、まあそういうことがなんかこれを見ることでわかったりとか、あとはね、このマインドですね。こんな感じで、まあ1週間の心の状態というか、没入度みたいなのがわかるんですよね。22時から23時、多分リラックスというか、映画見たりとかくつろいでる時間なのかなとかっていうのが分かったりとかね、まあそういう感じで結構ね、集中力の高い時間とかね、まあそういうのがね、これを見ることで分かるので、こうね、日々どうしてもね、リモートワークとかも増えてきて過ごしてるんですけど、こういうね、ものをうまく使って、まあ見返しというか振り返りがね、こうできるっていうところがすごくね、面白いなと思いました。で、あとね、まあこのメガネはね、1年間そのサブスクが無料で使えるんですよ。なんでとりあえずね、この1年間フルで使ってみて、まあまた継続するかどうかっていうのもね、今後考えていこうかなとは思うんですが、とりあえずね、ファーストインプレッションというか、まあ2週間使ってみた感じで言うと、まあ振り返りができたりとか、まあそういうね、状態の変化みたいなことも分かったりするっていうところが結構ね、面白いなと思いました。続いて3つ目が真空パック機です。こちらのアイテムはスーパーで買ってきた食材などの美味しさをギュッと詰め込んで長く保存ができて、食材ロスの軽減にもつながるアイテムです。3つ目のアイテムがこちらですね。この真空パック機です。で、これね、結構気になってて、買おうかな、どうしようかなと思っていろいろ調べてて、やっとね、自分のお眼鏡にかなったというか、理想とするね、真空パック機を見つけたので、ちょっとね、買いました。で、これね、買った理由っていうのが、趣味の釣りと料理なんですよ。で、僕、まあ趣味でね、釣りとかに行くんですけど、その釣ってきた魚が大量にね、こう釣れたりとかするときに、鮮度をできるだけ保って、まあ、長くねこう長期保存したいとか、あとは釣った魚でもその釣ってすぐに食べて美味しい魚と、ちょっとねこう熟成というか寝かして美味しくなる魚とかもあって、そういう時にね、まあ、熟成をする時に使ったりとかするんですね。で、あとは料理なんですけど、まあ、家にいる時間も長くなって、そのスーパーにね、まとめ買いして、できるだけね、そのスーパーに行く頻度も減らして、効率的にこう、なんだろう、生活をしたいなと思ってて、ただそうすると、肉とかのね、ああいったものは基本的にまとめ買いしたものは全部冷凍してたんですよ。で、冷凍は冷凍で、まあ長期保存できるからいいんだけど、その反面ね、デメリットみたいなところもあって、できるだけね、ちょっと鮮度を保った状態というか、保存できる期間というか時間を伸ばしたいと思ってこちらを買ったんですよ。これね、真空パックして冷凍すると、しないで冷凍するものに比べても、2、3倍ね、長く保存ができたりもするんですよ。まあ、いわゆるね、空気に触れるっていうことがないので、酸化というか劣化をね、防いでくれるっていうところがもう本当に最大の魅力かなと思います。で、それが簡単にできて、かつランニングコストも安く収めれるんですよ。っていうのも、この真空パック機って、専用のね、袋じゃないと使えないみたいなやつが結構多いんですよ。で、そうすると袋代っていうのがバカにならないというか、それしか使えないっていうところで、もうちょっとね、こうなんか融通の効くというか、簡単に使えて、かつなんだろう、メンテも簡単でって思った時に見つけたのがこれだったんですよね。スイッチを押すだけで、もう空気をね、シューッと一気に真空にしてくれて、あとはこの蓋の部分も熱でね、温めてくれて、きっちりね、こう密封してくれるんですよ。まあ最近のね、冷蔵庫とかも結構その鮮度を保って長期保存できたりできたり
するようになってはいるんですけど、やっぱりねこれを使ってさらに保存することでより鮮度が伸びるのかなと思います。まあ本当にね、なんだろう、仕入れの効率化というか、個人的にね本当にもっと早くに買っておけばよかったなって思ったアイテムの一つでした。続いて4つ目が新型 MacBook Pro 14インチです。こちらのアイテムは Apple から10月26日に新発売された新型 MacBook Pro です。で、このアイテムなんですが、もうね、化け物すぎてちょっとね、今年一番生活を変えてくれたアイテムかなと思ってます。動画編集なんですけど、まあ、4K の動画を撮って、で、それを編集しているんですけど、まあ、その編集中の、カクつきというか、まあ、重たさっていうのも全くないし、あとはその動画を書き出す時間なんですけど、それがこの、新型の MacBook Pro の全モデルにあたる2019年の MacBook Pro 16インチを使っていた時はだいたい1時間で、長いと1時間半ぐらいかかってたんですが、これに変えてから15分ぐらいで終わるんですよ。本当にね、もうそのね書き出し中の時間を持て余すというか、まあ持て余してはないんですけどね、正確に言うと晩ご飯を作ったりとかしてたんですけど、晩ご飯を作り終わってね、またねそのアップするっていうので、ちょっとね、なんだろう、中途半端だったんですけど、これに変えてもう15分ぐらいでさっと書き出してアップロードまで済ませて晩ご飯の料理を作るっていう風にね、もう仕事を終わらして晩ご飯につけるっていうところで、すごくね楽になったんですよ。本当にね、個人的にはね、もうそこが本当にね生活を変えてくれたというか、もうそこに尽きるかなと思ってるんですよね。で、この MacBook Pro 自体もそのデザインも一新されて原点回帰というか、まあね、その性能以外にも素晴らしいところがたくさんあるんですよ。ディスプレイに関してはベゼルレスを突き詰めて、ノート型の Mac 史上最高のディスプレイが積まれていて、キーボードに関してもタッチバーが廃止されてファンクションキーが復活して、すごくね打鍵感も心地いいっていうところと、あとは拡張性なんですけど、5年ぐらい前にねしれーっと廃止された HDMI ポートだったりとか SD カードのスロットなんかが復活していて、拡張性が上がったというか戻ったっていう感じなんですけど、本当に性能も最高だし、そういうね使い勝手の良さっていうところも本当に満足度の高いラップトップになってます。筐体のデザインなんかも懐かしさすらあって、初代の MacBook Pro だったりとか PowerBook G4 に近いデザインになってるんですよ。編集とか書き出しとかっていうところの時間っていうのが本当にねもんもんしてたんですけど、それがねもう一気にねこのアイテムによって変わってしまうって、ここまで変わってしまうのかっていう、もう化け物だなと思ったアイテムでした。続いて最後が AirPods 第3世代です。こちらのアイテムもつい先日新発売された Apple の新型 AirPods です。最後のアイテムがこちらの AirPods 第3世代です。で、これね、先に言っておくと、未来のというか、AirPods Pro の第2世代が本当に楽しみになったアイテムっていうことで、ご紹介させてもらおうかなと思います。約2年ぶりの、まあ、新型っていうところで、音質がね、どれぐらい良くなってるんだろうかっていうところが気になって、まあ、買ってみたんですが、低音の部分なんですが、そこがねしっかり聞こえるようになってるなっていう印象を受けました。空間オーディオが搭載されたんですけど、この空間オーディオに関してはもう正直というかぶっちゃけこの AirPods Pro の方が全然いいですね。やっぱりカナル型にねこっちはなっているっていうところもあって、この密封されているっていうところも相まって、やっぱり臨場感とかは全然違うなと思いました。もうポイントとしてはね、正直音質になると思います。この AirPods Pro とかこの第2世代の AirPods よりも僕はこの新型の AirPods の方が好きな感じでした。低音もね一貫性のある感じで、あと高音も結構クリーンというか鮮明な感じになっていて、音質の向上っていうところが本当にねワクワクさせてくれるアイテムになってるのかなと思います。これをね正直買うのはどうですかとかって相談をされると、おすすめは結構ねしにくいんですが、まあ、未来の期待を込めてっていうところですね。この AirPods Pro の第2世代に期待を込めてっていうところで、この AirPods Pro の音質の進化っていうところが思った以上に良かったっていうところで、今回ねちょっとご紹介させてもらいました。
はい、というわけで今回は10月買ってよかったものを5つ順番にご紹介しました。今回の動画が参考になったという方はぜひチャンネル登録とグッドボタンの方をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。リスキーでした。